こんにちはエレバントサイクルですさっきあの音声が入ってなかったんで今日はスコットの限定1台、まあ、限定1台ってお店が狭いから1台か2台しかないんですけど売り物が1台の話をします、はい、その前に今日差し入れでパンをねもらいましたあの朝南区のね江南のとこの曲がり角にあるパン屋さんがあってそこのパンをもらいました、はい、すっごい美いしかった それでパンパン食べるんだったらまあこのコーヒーねコーヒー飲みたいなって久々にこのえ大豆ブレンドコーヒーを飲んだわけですよ僕ら、ね、これを見ると思い出すのが、えー、オフコースオフコースのあのなんかあの曲が思い出しますはいわかるしわかる、はい、以上 <laughs> 甘かったこれあの茨城の ママックスマッククススココーーーーヒヒぐらい甘かったですマックスコーヒー僕埼玉にいる頃まあまあ好きでたまに筑波山のとこにあん、ま、名前出したいないなんかねトレイルがあってそこに行くたんびにマックスコーヒーよく飲んでました黄色のねあれ広島はないんですよだからもしあの関東に住んでる方でもしなんかこの「あ榎本さんマックスコー,ーコーヒー好きな」みたいなちょっとあげるわってい人いたらぜひちょっと送って。 で欲しいいいいいででですす本ももう着,着払いはやめてくださいびっくりするから、はい、今日はスコットの話をします、まあ、僕ばっかりだったらねなんでねスコットねたまにはこっから撮ろうかちょっと広角にしようか広角にしたらお店広くね、はいえー、スコットのスピードスター 20M、えー、サイズ1台だけ。 ですけどそろそろ自転車業界っていうのは9月に入ると、まあ、1年間がこう切り替えになって、まあ、展示会シーズン、えー、と展,示会展示会締め切りそれまでにオーダーしてで早ければまあ11月からどんどんそのオーダーしたものが入荷してきて、まあ、12月1月2月ぐらいに、まあ、大体20年2024年モデルがあの入荷するような流れになってます。 だから大体ね5月以降になるともうメーカーさん在庫なくなってくるので大体もう買えないですだから本当に自転車買うんだったら今の大体9月ぐらいから12月ぐらいに買うのが僕はまあベストだと思ってますそうすることによって春,も春から全部乗ります全部全シーズンそれでまあ大体ね大体っいうかもう今時期になるとやっぱり新しい自転車が入ってくるからまあその入れ替えのためにまあセールをねよく行います なんととかかセールとかねスペシャルオータムセールとかありますけど僕の店はまあセールはねもう絶対やりたくなかったんで、えー、これをねセールしません、その代わり、えー、まあ一台だけ M サイズね23万6500円、これを3万6500円分の何かオプションパートをつけます。お店にああるやつまあ 注文ででももいいいいわわ取り寄せでもいいわとりなるべくお店のテント在庫から取って取ってっていうかあの選んでください。はい、ということ実質ね20万円ですこれがは,はいセールではありませんはい言い方言い方はいで,で僕があのスコット肩がだいぶ治ってきたスコットスッ なんで好きかっていうともうそれこそ15年ぐらい前から、まあ、セオサイクルでフォイル当時元祖フォイルがリムブレーキだったのをなんか試乗車で貸してもらう時があってそれ乗って「わあスコットかっこいいな」ってそれがきっかけですで,もし、まあ、で自分がお店やるんだったらスコットやりたいなと思ってそれでスコット今やって半年間ですかね、まあ、実績は台数少ないですけど 多分5台ぐらい販売して買ってもらってますのでスコットはやっぱり年間ノルマがあるわけですよだから皆さんがちょっともうダイレクト直球にいますけどやっぱ注文がなくて売れないとやっぱり来年も更新できないんでぜひ広島県内でスコットをお探しの方で榎本さんしょうがない買ってやるかってうそういう方はちょっとご注文します、はい、本当皆さん頼み でこのスコットのスピードスター 20M サイズトップチューブ554適用身長が176前後の方でアルミフレームですでも,、まあ、もしこれが売れ残ったら、まあ、売れ残ったという言い方でか僕が好きで注文してるんだから、まあ、売れ残ったらっていうかまだこの良さを気が付いてない人がいてここにまだいる期間が長ければ僕が乗ろうかなと思ったわけですよ。 ちょっとアルミフレームいいなと思ってあの2年1年半ぐらい前からアルミフレームちょっと乗りたくなってやっぱの剛性感がよく走るっていうのとヒルクライムもんかこのガシガシと持っていくっていうまあ乗ろうかなと思ったんですけどまた多分ねまた多分でかこのスピードスター S20 が「えー、またお前が乗るん?」って言われたらちょっと嫌なんでだったら僕以外の一緒に乗ってもらいたいなと思ってそれで3万6500円の部品をつけて販売します。 特徴としてはアルミフレームなのでよく走りますよく走るイコールやっぱね乗り心地悪いんですよその代わりタイヤがね 732C が付いているのでその辺は乗り心地をカバーしてくれるよくしてくれるでタイヤは 700C の、えー、35C ぐらいまで入りますブロックタイヤということはシクロクロスもいけます、まあ、乾燥できるかどうかはその人の体力次第なんで コンポーネントがシマのティアグラですでワイヤー引きのディスクブレーキ前後スルーアクスケーブルね中通しサドルはショートノーズいやちょっと榎本さんめんどくさいからちょっとガラスに下ろしちゃっうと思ったらちょっとめんどくさいんですちょっと上げた状態ね50の 34t クランク172.5ですでリムはアルミリム えー、歩いてくる十段ねすごいすごいねいいバイクだと思うんですけどねだから何て言ったらいいかな初心者向きというよりは逆になんかこの一回もう上級者通り越してなんかもう一台セカンドバイクなんかトレーニング用に欲しいなとかなんかまあちょっと言い方だっか雑に扱いたいとか、まあ、中にはそういう人いると思うんで、まあ、一方では。 僕は万円ちょっとと高いと思うんですよね一般的な意見とすると。だったら例えばですけど高校生が高校生に最初に買う1台とかもいいんじゃないかなと。でもそう言っちゃうとこれ買う大人の人が俺高校生レベ,ルレベルと思っちゃうからちょっと言葉選んじゃうんですけどまあそれぐらいなんか初めの1台としてもすごくいいですしもしね予算があるのだらアディクトのこれがいいですね。これ55万円するんですよ。 55万だったらねこれ23万6千円買って上から下までヘルメットシューズアパレル全部合わせてでも40万ぐらいいくんじゃないですかねもし予算がマックス40万だったら車体を25万円ぐらいにしとかないと全部揃えれないんで、まあ、なかなかそういうふうに買い方する人いませんけどねすごくいいと思いますまあ3万6500円って何かというと、まあ、例えば携帯ポンプ、えー、修理キット ボトルケージ、ボトル、ペダル、サトルバッグ、ステムバッグ、あとリンゴ袋とか、まあ、あとヘルメットとか、あと家で使う大きなポンプとか、まあ、そういうのにまあ当てればいいかなと思います。もし今言ったやつを全部買おうとすると、多分6万から8万ぐらいかかります、僕の経験でいうと。本当にこのバイクはもうよく走るバイクなので。 そうだなだから今黒森フレーム持っててなんかツーリング系なんか分かんないからツーリング系買っちゃったんだけどやっぱ俺の本心はちょっともっとストイックに走る感じで極楽寺とかも表から登ってってちょっとタイム自分に挑戦したりとかそういう人とかいいかなと思います。でも一方でやっぱタイヤが太いからしまなみ海道とか飛島とか板島とかも行きます700の 32C ぐらいつければ。まあ、ヒルクライムやる人は もうそうそだしあとヒルクライムじゃなくダウンヒルを楽しみたい人ヒルクライムはただの何 <laughs> て言うかな <laughs> ダウンヒルするためにはやっぱヒルクライムしなきゃいけないわけですよでもダウンヒル楽しい人はやっぱり700の 32C がないと下りが怖いから僕みたいにダウンヒルすごい好きな人はやっぱこのアディクトとかスピードスターがいいと思います。と、まあ、りあえずスコットとりあえずスコット買うことになって大体半年ぐらい経ちますけど まあコメントでは2人ぐらい,いこの榎本さんの動画見てスコット買いましたとか、まあ嬉しいことにそういうコメントがありましただからだか,らなんかある自分で言うのはあれですけどスコットの動画があまりないから来シーズン2024年は僕これの L サイズでも注文してまたなんかスコットの良さをまた知らない人に伝えられたらいいかなと思いますということで、まあ、スコット気になる人 まあスコットこれから買おうかなと思っている人スコット今持っててもっといろんな人に良さを伝えてみたいなという方はぜひお店の YouTube をその知らない人にこう伝えてあげてください、はい、かなスコットいいんだけどなやっぱどうなんだろうな僕車でいうとなんか本当ポルシェに近い部分があるなんかこのシンプルでこの強い強そうなイメージというか スコッとはまるとね、はまりますよ、はい、ということであの限定1台,1台だけです。ス、えー、スピードスタードタのの20の M サイズ54サイイズズ54です以前このモデルが気になるというお客さんが約2名ほどいましたけどその後その人たちはちょっとどうなったか分かんないです。まあ多分生活環境の変化で、まあ、買えなくなったのとかやっぱりその気になる時に買ってった方が良かったんじゃないかなと僕は思います。 常に人生ってねやるかやらないかの選択なのでなんかまあいい感じにやるやるやるみたいな感じでいけば、まあ、それ難しいですけどねはいじゃあ終わりますスコットよろしくお願いします